ち繊細な味わいを持つ京都の街も暴走殺人軍団ザ・ロードウォーリアーズに壊されそうであります。今夜は長州力八つ組と対決。さあやる気満々長州八つ、中でも大将長州力が AWA 世界ヘビー級チャンピオンのリック・マーテル戦で素晴らしいファイトを見せました。この一戦でさらに長州株長州人気をさらに上げたいという長州力八つ吉明、今入場してまいりました。さあその後ザ・ロードウォーリアーズの入場でありますが、試合に先立ちましてリング上、日本テレビ並び読売テレビ、そして番組のスポンサーから、東映京都の撮影所ミス映画村の綺麗なお嬢さんから花束が贈られました。さあこの後はザ・ロードウォーリアーズの入場でございます。暴走軍団ザ・ロードウォーリアーズに今夜胸を張って戦いを挑む長州力八つ吉明、果たして秘策は何でありましょうか。さあやってまいります、プロレス界の新しい波、おそらく今夜も一気に突入、リング上を占拠するでありましょう。ザ・ロードウォーリアーズの登場だ。静かな京都の街に初見山。さあやってまいります、何しろ全身狂気の猛烈暴走ファイター。一旦火がつきますとその暴走は止まりません。さあ自信満々のやつと、これから長州の表情、さあやってきた、さあやってきた、先頭はアニマルだ、その後ろにフォーク、そしてマネージャーのポール・エラリング、一気に突入か、奇襲攻撃を見せるか。さあ案の定リングに登場と同時にフォークの方は長州力を捉えた。今勝負が鳴った60分の一本勝負。さあショルダーアタックを見せる、ジャンピングショルダーアタックル、フォークがまず長州力を場外に送り出した。八つの姿もありません、八つの姿もありません。さあ反対側には八つが外に立っています、これがフォークであります。さあまたまた暴走軍団大暴れ、長州八つ組は3度目の対決、いずれも反則勝ちという勝負になっておりますので、今夜はジャパン軍団強しという印象をファンに植え付けたい、その長州力でありますが、さあ長州力再びリングの中に入りました。アニマルと長州力、さあアニマルからフォークへのタッチであります。非常に速い動き、速い動き、ザ・ロードウォーリアーズ、さあフィストドラップを行きました、フィストドラップを行きました。さあ竹内さん、はい、相変わらず暴走軍団ペースですね。ちょっとまた今日も長州スタートからやられてますね。そうですね、馬場さん、はい、なんとかこの暴走台風ザ・ロードウォーリアーズのペースを乱す手段はないんですかね。そうですね、今のところまずまあ力と力ではもうねどうしようもありませんからね、はい、フォークのパワースラムも効いています。長州力全く手が出なくなってまいりました。その他ボディリフト、ジャンピングショルダータックル、いろいろな豪快な技を持っているが、さあ長州力がどこで起死回生の垂直落下式のバックドロップ、あるいはリキーラリアットで反撃態勢に出るかどうか。再びアニマルが登場してまいりました。アニマルのこのパワーだ、おっとタックル合戦、またアニマルが勝った。今度は長州力、おっとまだ立てません、自分のペースをどうしても取ることができませんが、スライディングレグジダース、馬場さんこれで反撃態勢ですね。そうですね、はい、こういう細かい技でいかなきゃダメですね。そうなんですね、大技と大技じゃ勝負になりませんからね、サソリ固めの除去を見せましたが、フォークが飛び込んでまいります。一旦外に放り込んで、さあ今度はリキラリアット当たりました、竹内さん当たりましたね。ただちょっと相打ちになってますね。相打ちクロスしましたか、両者ダブルナックダウンの体勢。アニマルも打ってますね。打ってますか。アニマルのこのラリアットというのはグローバーハンマーと言われております。さあ初めて八つ吉明がリングに登場、満を持しておりましたが、まずショルダースルーでフォークを倒した。八つのテクニックをもってすれば、このフォークからうまい技では一枚上、細かいテクニックでフォークを翻弄できるかどうか。しかしさあウォーリアーズリフトへの序曲始まった、軽々と持ち上げます。八つ吉明を持ち上げた、キラーカンも持ち上げた、天竜も持ち上げた、このフォークの怪力であります。馬さん本当にすごいですね。そうですね、もう頭の上まで持っていっちゃうんですからね、はい、馬さん今回のザ・ロードウォーリアーズはまたまた強くなったという印象を受けませんか。無駄な動きというかね、そういうものがあんまりなくなりましたね、まあ、来日のたびに強くなるという印象。フォークから今度はアニマルだ。さあおっとグローバルハンマーですね。そうですね、いやすごいですね、左から打ちましたね、左から打ちました。そして軽く体固め、まだしかし八つ吉明グロッギーではありますけれども、まだ余力は残っているでしょう。立ち上がれ八つ、立ち上がれ八つ、ジャパン軍団としては今夜は絶対に勝ちたいところでありましょう。まあそれにしてもすごい動きのザ・ロードウォーリアー、アニマルフォーク、それから場外におります司令塔のポール・エラリング、この司令塔ポール・エラリングの指図のままに動いています。さあ
馬場さん、このザ・ロードウォリアーズの、おっと、ああすごい、これはショルダータックルですか。どうですかね、ラリアット気味に、ラリアット気味に入りましたが、軽く抑えますが、安踏ん張りました。トップロープから飛び込みました。ジャンピングラリアットですかね。トップロープから打ってましたね。打ちましたね。すごい勢いのフォークであります。さあ、どうしても長州力、安井義明チーム、自分のペースを握ることができません。馬場さん、このザ・ロードウォリアーズ、唯一の弱点はグランドでの展開には弱いんだということを言われてますけど、どうなんでしょう。そうですね、はい、一回マットにね、転がして試合をやってみたらいいと思うんですよね。あ、そうですか。さあ、そのような展開になるかどうか。長州力踏ん張りました。まずエルボーを打ちます。まあ、長州力としては今夜は前哨戦、いよいよ来週の放送では長州対ジャンボ鶴田の頂上対決をお送りすることになっております。その前の試合ですので、竹内さん、長州力もこのところずっと調子がいいですからね。そうですね、それだけですね、その上り調子を一気に今日持ってってほしいですね。そうですね、馬場さん、長州対ジャンボ鶴田の頂上対決、いよいよ来週の放送に迫っておりますが、ズバリどうですか。そうですね、もうお互いにね、昨日なんていうか、気の緩みをね、はい、で勝負がつくと思うんですがね。そうですか。だからもうフルタイム戦うつもりでね、昨日緩みっていうのはそこでないようにね、はい、そのお話はまたこの後の名イベントでゆっくりとお話を伺いたいと思います。さあ、ザ・ロードウォーリアーズの激しい動き、おっと、しかしフォークのエルボーが当たってません。ここはチャンスだ、ここはチャンスだ。さあ、ジャーマンか、ジャーマンか、お、バックドロップですね。バックドロップで背中から背中に落としました。さあ、ダブルの攻撃か。さあ、長州力と八津義明、おー、ダブルドロップキックか。これはいい作戦。当たってない、当たってない。そうですか、私たち素人目には当たっているという見えましたけれども、ジャイアント馬場さんのご指摘、当たっていない。今のドロップキックは当たってません。今度はサソリ、サソリ、スコーピオンデスロック。馬場さん、この技はフォークを倒せますかね。さあ、おわ、すごい力ですね。その間に後ろからまたグローバルハンマーで長州力を場外に送り出しました。すごいパワーです、すごいパワーです。さあ、またフォークとアニマルが行く、フォークとアニマルが行く、やつが捕まった。さあ、クロスライン、これでバンジーキュースか。クロスラインを引いた、アニマルが主導権を取ります。リングの中央、さあ、反対側にフォーク、いったぞ。ジャンピングラリアット、ジャンピングラリアット、まさにバイオレンス、そういう感じがいたします。やつ、完全にダメージを受けました。おっと、タイガー服部レフリーを突き落とす。さあ、戦場が荒れてまいりました。四角いジャングルでの勝負でありますが、さあ、タイガー服部レフリーは今ゴングを要請。今度はあっと、エルボー、エルボーです。やつが一人で打たれていますが、さあ、長州力、怒りの表情で放送席にやってまいりました。椅子を掴んだのは長州力、外からの攻撃。さあ、今度はダブルのボディリフト、完全に八津義明頭から落っこちました。長州力、椅子を掴んでアニマルの下腹部めがけまって打ちます。下腹部めがけまして椅子での攻撃でありますが、今ゴングが乱打されております、ゴングが乱打されております。今結果が参りました。6分飛んで8秒。どういう結果ですかね。ノーコンテストじゃないですかね。ノーコンテストですね。ノーコンテストという放棄試合に終わりました。いやいや、ジャパンプロレス軍団も大勝不昇格で、今夜は必勝の一勝、是が非でもザ・ロードウォーリアーズをキャンバスに寝かせたいというふうに言ってたんですけれども、それはまたまた実現なりませんでした。とにかくね、これだけ大きな体でね、はい、もうこういう飛んで大技をやるでしょう、はいはい、止まらないでしょうね、当たったらね、止まらないですね。竹内さん、ザ・ロードウォーリアーズ相手には何て言うんでしょうか、この肉を切らせて骨を断つという作戦、こういったものも考えられるんですけれども、ね、いずれもパワーで粉砕されてしまいますね。紙一重のところで何かその打開点がないかと思うんですけどね、はい、今夜の対決、とうとうノーコンテストという試合でございます。